久保さん。まあ、多分最初って自転車しかないと思うんですよね。まあ、歩くか自転車しかないじゃないですか。うん、手持ちのカードね、スーパーカー持ってないと思って <laughs> 最初はもう自力で行くしかないですよね。うーん。だけどみんな最初からなんかスーパーカーあれば、すぐゴールに行けるんじゃないかなと思ってる人多いんですけど、最初からスーパーカーみんな持ってないですからね。うーん。だから僕は、 あのー、これ一貫して思ってることがありまして、なんかみんな最終的にスーパーカー,ー欲しいっていうかなんかその早くね、こうなんか行きたいみたいなのあると思うんですけど、僕はどちらかというと、とにかく基本に徹するってことですね。とにかく基本ですね。とにかく徹底的に基本っていう <laughs>。この基本をぶらさないっていう、基本をぶらさないにしましょうか。 あのこれが間違いないっていう、うん、答えではないかもしれないけど間違いではないと基本 <laughs> 基本なんで間違いですか間違いな基本それは間違いな基本をやってたら間違いなんで基本じゃないかもしれないですけどまあ本当に分かりやすく言うならばスポーツする前に準備運動をするって基本じゃないですかどうですかねこれ間違いないですよねこれ間違ってますスポーツする前に準備運動をする体を鳴らす あの、筋肉をちょっと伸ばす。怪我しないように。これ間違いですかねおそらく間違いではないと思うんですよね。だけど、よく、よくこれ、た、例えばね、準備運動せずいきなりね、あの、この <laughs>、スポーツしてアキレス腱切るとか、まあ、なんかよくあるじゃないですか。そういう話。<laughs> だから、やっぱ僕ね、思うんですけど、どれだけ稼いだとしても、稼げなかったとしても、稼いでいない状況だったとしても、 とにかく基本に徹する。で、僕は思うんですけど、あのー、まあ、僕が教えてる、ドリームアカデミアで教えてるのは情報ビジネス、情報発信して商品作って売るっていう話なんですけど、これね、もう何度も、まあ、これからも言い続けますし、何度も言うんですけど、まあ、商品販売、コンテンツ販売において、あのー、集客、教育、販売しかねえと。集客、教育、販売。もうこれ以外何もないと。 <laughs> まあ、そこに肉付けしていろんなマーケティング手法っていうのはありますよ考え方だったりとかだけど基本ベースは集客教育販売しかないと僕は思ってますだからこの集客教育販売をひたすら徹してこれをやっとけば僕は間違いないと思いますだからこの間違いないこと答えるかどうかはからないけど間違いではない間違いではないことをやるっていうねでもみんな あの間違い、間違ってることばっかりやるっていうかね、だから原理原則としておかしい話ですよね。最初から人間って仮面ライダーじゃないので、3秒で変身して仮面ライダーみたいに強くなれないじゃないですか。人間の成長プロセスっていきなり仮面ライダーになれますか無理なんですよ。これはステップバイステップなんですね。 それは原理原則じゃないですか。いきなりじゃあ身長がね、生まれた瞬間、なんか生後3日で170センチになるとか、そんなにいないでしょ。多分歴史上探してもいなくないですかなんか3日で170センチになりましたみたいな。<laughs> どんな赤ちゃんやねスーパー赤ちゃんやねみたいな。3日で言語習得とかね。まあ中にはね、なんか生後数ヶ月で言語を話せるようになった赤ちゃんはいるっていう話は聞いたりしますけど、 3日でね、生まれた3日でネイティブになんかイングリッシュ話せるとかね、まずないじゃないですか。ある程度の、どんだけ天才だったとしても、すげえやつだったとしても、ステップバイステップがあるわけですよ。数ヶ月、まあ、そう、天才でも数ヶ月ですよね。<laughs> 生後数ヶ月、数ヶ月か。わかんないですけど。だからまあどんな天才でもやっぱ原理原則があるし、うーん、まあ、基本だけで僕は十分だと思いますね。 まあそのなんか事業、事業、まあでもね、事業を大きくするっつっても、まあ一郎選手とかも、もう本当に基本徹底してやってますし、なんかその、潰れない会社じゃ急成長する会社ではなく、潰れない会社。これ、これの潰れない会社の原理原則があるとするならば、多分基本をブレてないってことだと思います。その、潰れない会社に、 なんか、普遍の法則が一つあるとするならば、基本を徹底的にやっている。基本はブレない。で、基本はブレないんだけど、時代に応じて成長できる会社っていうのは変化できる。基本もしっかりするんだけど、変化にも対応する。これが成長できる会社。で、成長しなくても、あの、ある一定を水準を保つ、ってる会社っていうのは基本に徹してるっていう。多分ね、これじゃないですかね。 僕が安定的に、まあ起業して、まあもう4年以上経ちましたけど、まあ安定的にあ、まあ安定的ではないですけど、まあ潰れなかった理由ですよね。自己破産しなかった理由。自己破産しなかった理由にしましょうか。キーワード的に。ちょっと、すいません。久保さん、キーワード的に自己破産しなかった理由にしましょうか。これ自己破産っていうね、キーワードいいんで。はい、自己破産しなかった理由にしましょう。 まあ、3、4回考えましたよ。自己破産ね。2回まで OK、許,す許されてるんで。まあ、自己破産しなかった理由が、あーまあ、基本をやっていたっていう。じ自己破産しなかった、うん。自己破産を回避した方法。自己破産を回避し、回避か。を回避する方法にしましょうか。 基本に徹するってことですね。だから例えば、まあ僕もね、やっぱ思いますよ。一撃で返したいとかね。一撃でバン返したいとか。まあまあ借金抱えてる人とか結構そうだと思うんですけど、僕なんかももう、あれですよ。本当に最低金額、ね。まあ時間、金利結構払いましたけど、あのー、最低金額をずっと払い続けて、着実に返済してったっていうね。<laughs> 一発ドカンではなく、着実にですね。 返してったっていっったう,うんだから銀,行のか銀行のカードローンとか消費者金融の最低金額を返し続けるとめちゃ時間かかるんですよ。これまあやった人しか分かんないと思うんですけど最低金額、その、本当にあのー、ね、あのー、返し続けてるとめちゃめちゃ時間かかるんで。<laughs> そう、元本全然減らないですよ。だけど元本全然減らないんだけど ちょっとは進んでるんですよ。ちょっとはね。<laughs> まあ、それで結構ね、時間かかりましたけど、でも結果的に僕は基本を一発ドカンではなく、基本に忠実に、しっかりと、まあ、あの、やるべきことをやって、着実に売り上げを上げて、ちょっとは返済してっていうことを繰り返した結果、まあ、今に至るってことですね。うん、だから今は、どちらかというと、もう返済が僕はないので、 まあちょっとずつですけど、一発ドカンはないですよ。一発カンはないですけど、着実にちょっとずつ資産を増やしてるって感じですかね。でも、一発ドカンで、一発ドカンで1億とか2億とか何千万とか、一発ドカンは僕はないです。ないですけど、着実に資産を増やすっていう。うーん。まあお金、お金だったり資産だったりとかね。そう。まあ動画は資産ですから。お金を生み出す僕の一つの資産なんで、まあ着実に増やしていってる。動画の本数もね。 うん、お金は、まあ、資産ではないか。まあ、お金の使い方によっては資産お金が資産になりますけどね。まあ、運用を僕してないので。ただお金に関してもちょっとずつですけど、あの、上昇してると。うん、それはなんでかっていうと、基本を徹底して着実に売上げを上げて、大きい売上げではないけれども、着実にしっかり上げてっていう。で、あとは、基本で大事なことが固定費をそこまで、固定費は上げないってことですね。 うんやっぱり稼げるようになると、稼げるようになると、あのー、いい部屋、なんだ、いい事務所だったりとかね、なんか変えようとするじゃないですか。僕、ここ、居座りますからね。ここ、もう何十年でも居座るっていうね。入れるだけ居座りますから。4万2000円。<laughs> 4万2000円を出資するって結構、これもう断固たるね、決意ですよ。でも僕も人間なんでね、やっぱちょっとブレるわけですよ。いや、鹿児島で、 7万とか6万払うと、まあまあま、ままああ、ま、もうちょっといいとこ行けるんですよ、普通に。ね。もっと、かなり新築でもっといいとこに。まあ、物件も探したことなんですけど、いや、待てよと。その毎回探すんだけど、毎回ちょっとで、うわ、あの、なんか、心揺れるんだけど、いや待てと。俺はここで、とりあえずここで十分だと。どうって <laughs> 言い聞かせて、固定費上げないっていうね。 まあ、ぶっちゃけ、まあ、ここで十分こと足りるんですよね。まあ、寝れるし、あのー、なんだ、まあ、十分仕事できるし、うん。まあ、もっと広いとこ行けばね、もっと広いんでしょうけども、<laughs> まあ、十分、じゃ十分ですから、うん。だからそこは、ぶれないですね。うん。ぶれそうになるけど、ぶらさないっていう <laughs>。やっぱ思いますよ。もうちょっと広くてもいいなっていう。やっぱず、だって4年ですから。 だ秋,秋もあるし、なんか模様替えとかしだいぶしましたけど、やっぱ秋もあるので、もうちょっと広かったらこういうことできるのになとかな、なんかちょっとこういうの置けんのになとか、思ったりするんですけど、ぶれないですね、そこは。ぶれない。ぶれないというか、そこはぶれないようにしますね。で、その代わり、余剰資金で、あのー、なんだあ、車はね、買いたいなっていう。ただそれも余剰でね、自分の、 これいけると。もうこれで大丈夫かなっていう時に行きます。だって別に必要か必要じゃないかっていうと別に、なんだ、ほん絶対的に必要かと言われると Z4 のオープンカーは、うん、必要なくてもいいんですよ。うん、まあ、R34 は絶対手放さないですけどそのもう一つの Z4 に関してはあのもう完全そのあれですから <laughs> 贅沢なんで。うん ただ、それは、ただ僕はそのオープンカーっていう体験価値は死ぬ前に、まあ結構浴びときたいなっていうのがあるので、オープンカーで鹿児島を回ったりとか、オープンカーで宮崎の、宮崎のね、225だったかな。めっちゃいい国道あるんですよ。海沿いの。めちゃくちゃいいですね。それをオープンカーで走ったら、もうめっちゃいいなみたい。そう、宮崎のね、あの国道めっちゃいいですよ。宮崎の、あの、おすすめなんですけど。あの、フェニック フェニあの、道の駅フェニックスみたいなんですけど、そこもめっちゃいいですよ。フェニックスだったかな。なんかファ,ファンキーな名前なんですけど、その225だったかな。国道225だったかな。めちゃくちゃいいです。超おすすめ。宮崎の。ほんとにあそっきれい。225だったような気がするんだけどな。国道225。220か。国道。 国道、国道220か。あ、国道220ですね。すみません。国道220だ。この国道220めちゃくちゃいいっすよ。めちゃくちゃいい。いや、これここオープンカー走ったら超気持ちいいっすよ。マジで。やばいっすね、ここは。まあ、っていうね。まあ、その死ぬ前に結局どういう思い出作るかですから、あの、いくらを、1兆円、まあ、1兆円お金あってもね。 まあそれを変換しない、変換して何かにこう体験に変えていかないと、やっぱね、死んでもお金持っていけないですから。だからそれを、それ、そういう考え方ですね、それは。うん。まあ贅沢、うん、贅沢なんだけども、思い出ですよね。どういう思い出を作るかっていう体験ですよね。まあ旅行とかも別に旅行,行かなくても別に生きていけるじゃないですか。じゃあ旅行もぶっちゃけ贅沢っちゃ贅沢じゃないですか。じゃあ旅行なんで行きたいんですかっていうと、思い出作りというか、 まあその死ぬ前にどっか見てみたいとか、まあ、単純な,なんかその、まあ、シンプルというか、生きていく上での,なんかそのシンプルなところですよね。うんそう。で、でまあ、昔ね、あのそう昔、この億万長者合宿のやりとりでも言ってましたけど、あの、なんだ、えー、あれですよ、あのー、ランボルギーニか。ランボルギーニのウラカンスパイダー買うぞ、みたいに言ってましたけど、 もうも全く今ないですね。要は、本当に買うってなって想定したときに、まあ計その、全部を計算するわけですよ。いろいろともう。リアルで。リアルで計算して、じゃあこれ、ね、別にその1年買って、僕の場合はずっと保有したいので、じゃあこれ10年、20年ランボルギーニウラカンを保有したとして、これどれくらいかかんねんとかね。いろいろ算出するわけですよこれ。やたら金かかりすぎるだな、みたいな。 <laughs> 乗らねえしなそんなにみたいなねっ <laughs> その結構しんどいなみたいなその足でねなんかその僕は GTR でスーパーにも行くんですけどあのまあねランボルギーニでスーパー行くっていうのもまた面白い絵面かもしれないですけどなんかね車高めっちゃ低いんですよねだからそういうのもいろいろ考えるとないですね <laughs> うんまあ、僕の財力がね、僕の財力がめちゃめちゃ増えれば、まあ、ランボルギーニ鼻クソですよっていう維持費、鼻クソですよって言ったら買うかもしれないですけど、鼻クソにならないと買わないですね、多分。うんもうランボルギーニがミニカー、ミニカーを買うぐらいになれば買うかもしれないですね。うんだから今の自分の現実を考えた場合、それは非現実すぎるので、なんで、Z4 に落ち着くっていう。 まあ、あと直6っていうね。まあ、GT-R34 の RB26 の直6エンジンと一緒っていうのもあるし。ちょっと車の話になりましたね。まあいいや。とりあえず何でしたっけまあ基本ですよね。基本。基本。基本に徹するっていうことで、これがまあ、すごく大事なことかなと思いますね。基本に徹するっていう。基本を徹底的にやるっていう。これが自分を守る上で結構大事なマインドセットじゃないですかね。基本を徹底的にやるっていう。 うんてか、これだけで、あのー、自由に暮らせますからね。本当にこれだけです。基本に徹する。これだけで自由な生活は得られます。実際僕それなんで。何の魔法も使ってないですから、僕。ね。魔法ないじゃないですか。再生回数何ぼですかなんか100万回とか回してます何のなんかでも100回とかですよ。100回。<laughs> 100再生ですよ。100再生。<laughs> 魔法ありますか ないっすよね。<laughs> たった100再生でね、<laughs> 4年間生き続けるっていうね。でもこれはなんで100再生で4年間生き続けてるのかっていうと、まあ基本に徹してるからです。単純に。本当に。マジで。だ僕が事故ってね、毎回毎回動画出したら100万回回るとかだったらランボルギーに変えるでしょうね。毎回出せば100万回行きますよみたいな。まあそこ目指してないんで別にいいんですけど。 ま、あそんな感じで基本に止しろということでございます。はい。いってらっしゃい。